いや、ちょっと仕事が忙しい。だからこそこのゲーム紐になりたい。アレさんの動画いつもあっという間だもんね。なんだ今の。ピザ先輩をないがしろにすればいいんでしょ。俺めっちゃ悪いやつだな。麺が出れてるよね。麺が減らってるよね。圧倒的クズムーブ。久しぶりさあ久しぶりにやっていきましょう。紐だけど今日もパチ打つ。動画撮るのが久々ですね。いや、ちょっと仕事が忙しい。年末は仕事が忙しい。みんなもそうだと思うんだけど、だからこそこのゲーム紐になりたい。よろしくお願いします。さあ先輩かわいいな。さあ1日目、ん、あれ前回どうやって終わったんだっけ。私バルクの夢ややりたいことを応援するのが生きがいなんです。はい、見直してきました前回このノーマルエンドエンディング4、愛は思うままこちらをクリアしたので、他のエンディング見ていこうかな。今回の目的こちら、進捗度ラブカルマが他エンドの条件満たさない場合このエンドにたどり着くと、まあ、要するになんかすごい中途半端な選択を、どっちつかずの選択をしていけばこのエンドにたどり着くということなので、まあやっていこうかな。いや先輩久しぶりすぎてさ、どんな話だったかも忘れたよね。これを全部中途半端にすればいいってことね。OK。じゃあまず、とりあえず執筆してみる。前回多分一回も執筆してなかったんじゃないかな。よし、書くぞ。作業用 BGM 動画でも流す。動画流すか。あ、このアーカイブ見たかったな。誰の配信だろう。誰の配信のアーカイブだろう。この動画面白い。わかるー。なんかしなきゃいけないとき、大体そうやってに寄り道しちゃうの。わかる。わかる。うわ、このバルさんって人めっちゃおもろいじゃん。マジかよ。動画見てるうちに時間が過ぎ去っていった。確かにね、バルさんの動画いつもあっという間だもんね。なんだ今のと。進捗が 10% 上昇。まあでもこれでも 10% 進んだんだね。えらいじゃん。聞きながらもやったんだね。まあ1日目だからね。さあミサ先輩が帰ってきたと、まあ、このかぶってるところは飛ばそうかな。カット。きたー、素晴らしい。なんかゲームがめっちゃ重い気はするけど、よし、打ち方を変えて。俺全然パチンコやったことないんだけどさ、この打ち方変えるとかってあるの？あれってなんか勝手にさ、ずっとバーってなんか球が出てるわけじゃないんだ。誰かパチンコに詳しい人コメントください。嘘、やっぱいらないそっか、何もしなくていいんだから寝てみるか。寝る。おやすみ。ミサ先輩はなんで仕事をしているんですか。先輩、働かなくてもいいくらい裕福ですよね。そうですね、お父様から与えられた不動産の運用もし、うわすごいな。でも私今の仕事が好きなんです。バル君もそうでしょ。小説家っていうお仕事が好きで、その仕事がしたくて頑張ってるんですよね。いや、俺は本当にラノベ作家になりたいのかな。結構悩むとこあるんだね、バルも。バルも結構いろいろ考えてんのかな。子供の頃から何かのクリエイターになりたかった。でも画力がなくて小説を書き始めた。小説の中でもラノベ作家になろうとしているのは、俺って見ないようにしてきたけど、普通に就職するのが嫌で、ラノベ作家なら俺でもなれそうだから目指してるだけなんじゃ。ラノベが好きだったんじゃないの。その気持ちがあったんじゃないの。あまり悲しそうな顔しないでください。バル君には笑っていてもらえた。いい人、スーパーいい人。はあ、わかりました。新事象の締め切りまであと2日ですよね。ラストスパートファイトです。まあ一応やってみようかな。バル君のやりたいようにやるべきですよ。何これ、ちょっと泣きそうになるぐらいいいなこれ。はい、寝ます。おやすみ。圧倒的クズムーブ。ただいま帰りました。いよいよ明日が締め切り。小説はどうでしょう。正直に言おう。ここは自信がない。自分の作品が面白いかどうかって確信できないんですよね。でも私は大好きですよ、バル君と。バル君の小説が不安にならないでください。いい人。明日までに間に合うだろうか。無理でしょう。今日が締め切り日だ。俺の作品は、バル君今夜できた作品を読ませてくださいね。見せられるかな。そうですか、わかりました。悲しそう。落ち込ませてしまった。もう落ち込ませちゃったじゃん。もう寝る。寝ます。関係ない、寝る。なぜなら俺は紐だから。ただいま帰りました。バル君今日もお疲れ様。まあ疲れたかな。寝てると疲れるよね。寝すぎて疲れるみたいなのあるもんね。おかえりなさい。さあ小説
どうなりました？お、来た、エンディング3。今日の目標、いただきます。いただきます。バル君、小説書けましたか？ええ、というかもう出しましたよ。え、ちょっと早めに出したんですね。はい。俺の作品、賞に応募するようなレベルじゃなかった。なんとか形にして早く終わらせたくて出しただけ。回答を丸写ししてわざと間違えたりもした。宿題を提出した時みたいに懐かしい。俺も夏休みの宿題とかそんな感じだったね。選考通るといいですね。今回は多分ダメだと思うんです。バル君なら大丈夫ですよ。バル君の作品は素敵ですもの。その魅力に気づかない世界の方が変って感じです。盲目だな。だいぶ嬉しいけど。先輩の明るい声だけが部屋に響く。そのまま夜は更けていった。二人って恋人ではないんだよね、確かね。本当にただ養ってもらってるだけっていう、もうよくわからんな、俺からしたら。本当の紐ってでもそういうもんなのかな。そして発表の日。ドキドキです、ドキドキですね。うう、ページ見られない。なんで先輩の方が緊張してるんですか。結果は、一次選考すら通っていない。当然だ。まあ 10% だしな。ずっと寝てたじゃん、お前。ああ、残念でしたね。ええ、仕方がないです。仕方がないですか。うん、そうですよね。寝てたもんな、お前。あの時は時間。先輩、ミサ先輩。5日間で仕上げるなんて大変ですもの。うまくいかなくて当たり前ですよ。そうなんですよ。時間なかったから、ね、全然、寝てないし、全然。ああ、もうほんと、寝不足で目にクマができたわ。もっと時間をかけられていれば賞をもらえましたって。不思議だ。言葉にするとそんな気がしてくる。あ、やっぱ元気もらってんだな。ミサ先輩が言ってるんだ。それが事実なんだ。次がありますよ。だからファイトです。いい人。分かってます。次ですよね。次はもっと本気で時間をかけて書こう。俺が全力出せば賞だって楽勝さ。次だから、ここで頑張ってくださいね。ん？なんか一瞬怖っと思ったけど、別に怖くないんだよね。ただこの家で頑張って書いてね、みたいな。そういうことだよね。なんか牢屋に閉じ込められて、はい、ここで書いてって言われたわけじゃないよね。No future vacance。未来がないんだね。次これやってみようかな。進捗度が 100% でラブが低い場合、このエンドにたどり着くと。これ目指してみるか。とりあえず、小説進めまくって、ミサ先輩をないがしろにすればいいんでしょ？口にしてたら俺めっちゃ悪いやつだな。じゃあということで進捗 100% 目指すから執筆しよう、しっかりと。よし、書くぞ。そうだ、今日はソシャゲイベントが更新される。やめろ。ちょっと、いや、ここは我慢ですよ。しっかりと小説を進める。よし、やらないようにするぞ。結構進んだ。進捗は 20% 上昇。そうだ、これ毎回やっていくと 100% になるって計算だもんね。もう紐だけど今日はパチ打たない。それで小説はどうですか？進みましたか？進みましたよ！これはマジで。わあ、さすがバル君。これからも何かあれば遠慮なく言ってくださいね。いい人。バル君なら絶対に賞取れますよ。いや、そんな気してくるもん、もう。あ、やべ、ラブ上がっちゃった。ああ、そっか。上げちゃダメなんだった、ラブ。ってことは、思ってるのと逆やればいいんだな。先輩に嫌われるようにやんなきゃいけないんだ。オッケー、任せろ。さあ、今回、あ、また寝ちゃダメの誘惑だね。踏ん張りどころだ。いや、結構偉くね、普通に。5日間引きこもってずっと書いてるって普通にすごいけどな。こいつやっぱ根性あんじゃな。紐だけど。うん。紐に対して根性あるって絶対言っちゃいけないわ。見せれるかな。よし。ごめん先輩。本当は先輩のこと好きだけど、ごめん。俺は先輩に嫌われるような、嫌われるムーブをしなきゃいけないんだ俺は。ごめん。ソシャゲイベントは、もう我慢。ソシャゲイベント我慢。さあ、これで 100% になったね。ただいま帰りました。バル君、今日もお疲れ様。お帰りなさい。さあ、これエンディング？あともう少しで締め切りか。受賞できるとは思えない。でも、書き上げるんだ。それに、もう決心がついている。こんな生活、いつも。偉い。そうだね。ちゃんと自立しなきゃいけないよね。バル君、執筆お疲れ様。作品、読んでもいいですか？はい、どうぞ。ありがとうございます。じゃあ、早速。どうでしたか？あ、よかったですよ。きっと賞だって取れちゃいます。本当かい？今のあって何？本当に思ってる？それ。そう思いますかね。自信がなくて。
たとえ落ちてもまた挑戦すればいいじゃないですか。私が応援しますから。いえ、先輩。今回落ちたら実家に帰ろうと思うんです。え？こうしていつまでもすねかじってるのは良くないじゃないですか。もう先輩に迷惑かけられません。そういう人の心はあったんだね、こいつも。いや、私の応援が足りなかった。あれれれ、ちょっと様子おかしくない？これヤンが出るってない？これヤンが出るってるよね？もしくは面が減らってるよね？私の応援が足りなかったんですよね？もっともっとバル君の小説も読むし、なんだってしますから！私、バル君のママよりバル君を肯定してみま、噛んだ。肯定してみせます。なんでですか？嫌なんですか？私と一緒にいてくれないんですか？顔怖い顔怖い。すいません。この状況じゃ一生、俺を肯定できないんです。意外と意志固いね。なんでこれでビビらないんだ。俺結構ビビっちゃうけど今。ああ、じゃあ大丈夫です。ずっと言えます。すいませんって言っちゃうけど。寝室に行きます。夕飯はすみません。今日は食べません。待って。ミサ先輩の悲痛な声が聞こえる。だが俺は答えなかった。偉いけど、すごいメンタルだ。こいつメンタルどうなってんだよ。もうやめよう。ラノベ作家を目指すふりして甘え続けるのは。目指すふり、まあな。夢が叶わなくても死ぬわけじゃないんだから。数ヶ月後、ショーに落選したことを確認した俺は、自らの少ない貯金を置いてミサ先輩の家を出た。今は地元で、なんとか滑り込んだ会社で働いて、ああ、ちゃんと働いてんだ。偉いね。給料安いけど、衣食住とネットがあって、家に帰れば家族がいる。それだけで十分だ。また、夢を諦めると、素直に人の小説を楽しめるようになった。本来はこれが正常なんだろう。よかったね、それは。ミサ先輩からは、時折メッセージが来ていたが、最近は、普通に、なんだろうな、仕事頑張ってるんだったら普通にお付き合いとかしてもいい気はするけどね。まあ、甘えちゃうのかな、やっぱり。先輩なら俺よりも余裕で一人で生きていけるだろう。まあね、でも好きなんじゃないの？これでいいんだ、これで。ああ、終わった。いやー、なんかちょっともやもやするな、これ。いや、ちょっとやっぱり、ハッピーエンド行きたいな。僕たちの失敗。このギャラリーが見れるんだけどさ、1万円札を渡してくれるミサ先輩ってワード強すぎん？